ぴったりと収まるサイズ求めてる。サイズ入れればリスト表示。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。部屋の片付けをするために必要なのが収納ボックスです。ただ、収納ケースにはいろいろなサイズがありますので、部屋に合わせたサイズを探すのって結構大変ですよね。そんな時に役立つのが、箱ピタというアプリです。サイズを入力するだけで、そのサイズに合った収納ケースを一覧表示してくれるんですよ。これなら、部屋のサイズや押し入れのサイズを測って、ぴったりと収まる収納ケースを購入できますので、部屋の片付けがはかどりますよね。シンデレラフィットの収納ケースで部屋をすっきり片付けませんか？今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。